利用規約とかそういうのを見る限りは、まあ著作権っていうところは問題ないっていうことですね。生成した文章とかコンテンツの権利は生成した人、ユーザーに譲渡されているっていうことがわかります。著作権違反になる場合もあります。でも、自動集金マシーンではないので。はい、ということで、今回の動画なんですけど、今回はチャット GPT で生成したコンテンツの著作権についての話をしていこうと思います。まあチャット GPT、すごい話題でみんな使ってると思うんですけど、まあそんなチャット GPT、著作権大丈夫なの？って、みんな思ったことあると思うんですよ。まあ僕も思ったことあるんですけど。なので、まあチャット GPT で生成した文章の著作権とか、まああとその辺に関する注意点、そしてチャット GPT の商用利用について、まああとはチャット GPT 上手に活用するコツみたいなところをこの動画では喋っていければなと思います。なのでチャット GPT 使ってるけど著作権大丈夫なの？ということで心配な方はぜひぜひ今日の動画最後まで見てください。はい、ということで、まあチャット GPT 知らない方もいると思うので、軽くですね、チャット GPT を実演してから今日の動画に入っていこうかなと思います。はい、これがチャット GPT の画面なんですけど、チャット GPT どんな感じで使うかっていうと、例えば、まあ今回著作権についての話なんで、まあ著作権について、こんな感じでチャット GPT の著作権についての記事を書いてっていうふうにチャット GPT にお願いをすると、チャット GPT 側が、まあそれに応じた回答を返してくれるっていう感じですね。はい。ということで、まあまあ、こんな感じで、チャット GPT 側がいろんなことを書いてくれるんですけど、まあ、この内容が合ってるのかっていうファクトチェックに関しては、今回の本題ではないので、とりあえず置いておきます。まあ、今回の本題っていうのはこんな感じで、チャット GPT 側がこういうふうに回答返してくれるんだけど、これ、このままブログで公開しても著作権的に大丈夫なの？っていう話ですね。はい。まあ、自分がチャット GPT の著作権についてっていう、テーマでブログを書きたいときに、じゃあそれをチャット GPT にそのまま丸投げをして、これをじゃあこのまま自分のブログにコピーして、それで大丈夫なのかというのが今日の本題ですね。はい。で、まあ本題を話していく前に、ちょっとだけ注意点みたいなところがあるんですけど、まず1個目の注意点が、この話、2023年3月13日時点の話だと思ってください。まあこの前、2023年3月1日にも利用規約が更新されているので、まあこの今の時点の話ですね。で、僕自身は別に法律の専門家でも何でもないので、確定の話ではないです。まあ僕がいろいろと調査したりとか、まあ利用規約を読んだとか、まあそういうのをした範囲で、まあそうだったっていうだけの話なので。はい。なので、まあ詳しいこととかね、正確な情報っていうのは自分で調べるか専門家に聞いてもらえればなと思います。はい。まあそこだけ注意をして見てもらえれば幸いです。はい。ということで、早速本題ですね。まあ AI、チャット GPT で生成した文章の著作権の所在についての話ですね。まあこれについては利用規約の中に記載があります。まあ利用規約の第3章のところにコンテントっていうところがあるんですけど、まあその第3章の中に記載があります。はい、これが OpenAI の利用規約ですね。で、この中の3章ですね。このコンテンツっていう部分に一応その辺の話が書いています。で、これこのまんまだとわかりにくいので、そのまま翻訳をしてやりましょう。はい、これで日本語になったので。で、どの部分が著作権について触れているかっていうとですね。この辺です。お客様のすべての入力を使用、所有し、本規約を遵守することを条件として、OpenAI は出力に関するすべての権利、権限、利益をお客様に譲渡します。っていうふうに書かれています。はい、なので、これですね。まあ、これを見ると、まあ、生成した文章とかコンテンツの権利は生成した人、ユーザーに譲渡されているっていうことがわかります。ただし、あくまで条件に関しては、まあ、お客様がすべての、まあ、ユーザーがすべての入力を所有しているっていうことと、あとは利用規約を守っているっていうことですね。で、入力っていうのは、まあ、こっちがチャットに書いていることですね。まあ、てか、入力と出力、まあ、全部、どっちも総称してコンテンツっていう呼び方をしているんですけど。はい。なので、例えば、他人の文章とか、まあそういうものをコピーして、まあチャット GPT に何か回答を作ってもらうっていうことをすると、権利みたいなところは譲渡されないことになるので、注意をしてください。はい。ただ、別に、
その権利を譲渡するって言ってるんですけど、じゃあ著作権違反にならないのかって言えば別にそんなことはないです。著作権違反になるっていう可能性は全然あります。まあそれに関してはね、また後でちょっと詳しくやろうかなと思います。まあ一応、その OpenAI の利用規約上は、まあその権利とかそういうものはユーザー側に全て譲渡するという感じになっています。あと商用利用に関してですね、商用利用に関してにも話が書いてあります。はい、商用利用に関しては、こっちの、まあ FAQ ですね。よくある質問の方に話が載っています。はい、これですね。チャット GPT の出力を商用利用に使用できますかっていうことなんですけど。はい、まあ結論は、無料のものでも有料のものでも、その商用利用できるということになります。まあただ、あくまで著作権には気をつけなければいけないんですけど、まあその再印刷販売とかそういうものをする権利があるっていうことですね。はい。まあそういうものが、ちゃんと書かれています。まあちなみに、この辺に関しては、結構ね、大事なことというか、書かれているので。まあもし、チャット GPT とかを結構使っていく人は、この辺も目を通しておくといいかなと思います。例えば、チャット GPT 使用するのにいくらかかりますかっていうことで。まあ研究プレビューは無料で使用できますっていうことなんで。なんで、もしかしたらそのうち有料になるかもしれないよね、とか。まああとこれですね。AI が私に真実を語っていると信じられますか？まあ、ちょっと、日本語訳してるんで変な感じの日本語になってるんですけど。まあ、間違った回答とかあるかもしれないとか。あと、2021年以降の世界や出来事に関する知識は限られているとかですね。あと、有害な指示や偏ったコンテンツに出すこともある。なので、まあ、サムズダウンボタン使用してフィードバック提供してくださいねっていうこととかね。はい。あと、まあ、この辺ですね。会話をトレーニング使いますかっていうことで、まあ、入っていく感じに答えられてますね。まあ、会話は私たちのシステム改善するために、まあ、AI トレーナーによってレビューされるかもしれませんっていう話なんで。はい。まあ、この辺もね、ちょっと後で触れたいなと思います。まあ、一応こんな感じで、書かれているので。まあ、もし興味あったらこの辺も見ておいてください。よ、はい。ということで、まあ、一応、その利用規約とかそういうのを見る限りは、まあ、著作権っていうところは問題ないっていうことですね。まあ、OpenAI の中では大丈夫だっていうことなんですけど。まあ、ただ、基本的な考え方として、まあ、チャット GPT もそうなんですけど、AI が生成したコンテンツって著作物ではないんですね。まあそういう今の考え方なんですけど、だから著作物ではないので、まあ著作権で保護されるとかそういうものではないということですね。ただ、じゃあ、まあチャット GPT から出てきたコンテンツが全部著作権関係ないかっていうと、全然そんなことはなくて、著作権違反になる場合もあります。で、これ何かっていうとですね、結局チャット GPT とかって事前にいろんな学習データで勉強してるんですけど、その結果、どこかのウェブサイトに載っているものとかなり似たようなコンテンツっていうのが生成されることがあります。まあこれはしょうがないんですけど。まあ極端な話、他の人が書いた文章と同じ文章が生成されるっていうのもあります。まあそれこそ、じゃあ、チャット GPT にプログラムを組んでもらうっていうことができるんですけど、そのチャット GPT にプログラムを組んでもらったけど、そのプログラムっていうのはもしかしたらどっかの人がブログに載せたプログラムかもしれないっていうことですね。まあそうすると、チャット GPT の回答がどっかのウェブサイトと類似しているということになるんですけど、まあ、そうすると、著作権侵害になる可能性っていうのは全然ありますよね。それはいくらチャット GPT というか、OpenAI の方が、このコンテンツを自由に使っていいですよって言ったところで、元々のコンテンツ書いてる人がいるので、まあ、その人が著作権違反だって言って、まあ、怒ってくる可能性っていうのは全然あるということなので。なので、結論を言うとですね、まあ、もちろん、チャット GPT とか、まあ、そういうもののコンテンツ、出力されたコンテンツを使うっていうのは問題ないんですけど、まあ、コンテンツそのまま自分のものとして公開するのは危険だからやめようねっていう感じになります。まあ、ブログ記事とか、そういうところで使いたいんだったら、まあ、とりあえず、まあ、自分の言葉で書き直すとか、そういうのは必要なんですけど、まあ、それと同時に最終的にコピペチェックみたいなことをするといいかなと思います。まあ、ツールとかそういうものあるんで、ツールとか使ってコピチェックしてください。まあ、そうすると同じような文章出てくるかもしれないんで。まあ、コピチェックもね、そういうツールが、まあ、月に1000円とか2000円とか、ものによって違いますけど、そのぐらいで利用できるものもたくさんあるので、まあ、もっと安いものもあります。はい。まあ、著作権とかね、その辺が心配だったらそういうものもやっていくことをお勧めします。まあ、ただここでも注意点は別にコピチェックしたからって言って、絶対に、同じような文章がないかって言われたらそんなことはないので、コピチェックも完璧ではないので、まあ、この辺に関しても注意はしなければいけないけど、まあ、そういうね、コピチェックとかやらないよりはやった方が絶対にいいので、まあ心配な方はそういうものもやってみてください。はい。あと、まあその入力に関する注意点なんですけど、個人情報を入力しないようにしてください。さっきも、その Q&A の中にあったんですけど、結局入力した情報が OpenAI に利用される可能性っていうのがあります。
その学習データだったりとか、まあ、あとアウトプットとか、まあ、何で使われるかはわからないんですけど。なので、使われる可能性があるので、個人情報とかそういうものを入力しないようにしてください。多分ね、入力してる人結構いるんですけど、やめた方がいいです。で、そういう個人情報とかそういうのを入力しなきゃいけないような場合は、まあ、そこの部分だけ、不正字とか適当なものに変えてやるといいかなと思います。なので、なんかの都合で、例えば電話番号とかを入れるんだったら、わざわざ自分の携帯の電話番号を入れないで、090、まあ、0000、0000みたいにして入れてやるってことですね。まあ、そうすると、別にそれが何かの形で出たところで、別に大丈夫なんでね。はい。まあ、どんな風に利用されてもいいよね。チャット GPT とかそういうものを使うんだったら、ぜひぜひ気をつけてください。はい。ということで、まあ、今回はチャット GPT で生成したコンテンツの著作権についての話をしてきたんですけど、まあ、基本的に AI、まあ、チャット GPT 以外にもたくさんあるんですけど、まあ、そういう AI を使って、まあ、その生産性を上げるとか、まあ、そういうことっていうのはもちろんできるんですけど、まあ、でも自動集金マシーンではないので、まあ、そこは注意をしてほしいなと思います。だから、例えばチャット GPT に何かを丸投げしてコンテンツを作らせて、それをどんどんブログとか、に投稿するとか、あと SNS に投稿するとか、まあそういうことをしてお金を稼ぐ道具ではないので。はい。まあそのね、別にそれ以外の使い方っていうのもたくさんあるので、もちろんそういうのを解説している人っていうのもいるし、まあそれはそれで一つの使い方ではあるかもしれないけど、でももともとそういう目的で作られているようなものではないので。はい。だからね、まあちゃんと、著作権とか、まあそういうことにもいろいろ気をつけながら使ってみてください。まあやっぱり、チャット GPT とか、そういう AI はアシスタントだと捉えると上手に活用できるかもしれないので、まあぜひその意識で使ってもらえればと思います。はい、そんなこんなで、まあ今後も最新 AI についてはどんどん解説をしていこうと思うので、ぜひよかったらチャンネル登録してください。はい、最後に僕の書籍の紹介ですね。2020年11月18日に初著書ブログライティングの教科書を出版しました。今までになかったブログ記事の書き方に特化した本ですね。まあ AI に負けないような文章とか、ライティングできるようになりたい人はぜひぜひ買って読んでみてください。18年のブログ経験凝縮したブロガーウェブライターにおすすめの一冊になっています。全国の書店、Amazon 楽天などで買うことができるので、まだ買ってない方はぜひお買い求めください。はい、ということで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。では、ありがとうございました。ブログの方をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化までを体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。著作権についての話でした。まあ、結構気になってる人いるというか、絶対考えておかなきゃいけないところなので、少量利用について言われるまで考えたことなかったです。いや、そうですよね。そういう人も多いと思います。それはこうやって使えるもんなんだから、別に当然使えるだろうって、いうのも、全然納得はしますね。まあでも、ものによっては、もしかしたら無料だとダメだけど、有料だったらいいよみたいなのが全然あるかもしれないんで、やっぱその辺は気をつけた方がいいですね。まあ、ちなみにさっき見せなかったですけど、はい、これ。まあ、最初にね、チャット GPT 実演して、こんな感じでチャット GPT の著作権についての記事書いてっていうと、こんなコンテンツが生成されたんですけど、まあ、間違ってるっていうことですかね。まあ、チャット GPT が生成するテキストの著作権は OpenAI に属し、商業目的での使用、再配布、改変など、著作権法で保護された利用には OpenAI の許可が必要ですということで。あ、でもなんかライセンスがあるから、それに従って、主体がやっぱ大丈夫みたいに書いてありますけど。いや、でもそもそもなくて、この辺が、あれですよね。怪しいところですね。まあ、さっきの利用規約とか読む限りは、ユーザー側が権利、ユーザー側に権利譲渡されるとかね、そういう話で、別に許可とかそんなのが必要ないっていう話なんで。まあ、非商業目的で使用することは自由ですみたいな。別に、商用利用していいっていう話なんで。なんで、これ間違ってるよね、っていう。結論ね。まあそういうところもあるので、まあ気をつけて使っていきましょうって感じですね。Google ドキュメントの話ね。チャット GPT と Google ドキュメント連携させる方法みたいな。まあそういう動画って結構あったりするんですけど、まあ僕の方でもそんなのを作ったので、それを紹介したいなと思います。動画出ます。明日ぐらいかな。に、その動画出るので。まあまた詳しくはそれを見てほしいです。せっかくそんなのを作ったので、はい、こんな感じで。まあ、これ、みんながよく知ってる Google ドキュメントですね。はい。で、まあ、ここで ChatGPT と連携させて記事書けるようになってます。まあ、コードに関してはまた、その動画を公開した時に一緒に公開しますが、
そのコード貼り付けるとこんな感じで、Google ドキュメント上にこんな感じでいろんなのが出てくるんで、まあ、ここを使って記事を書けるような感じになっています。まあ、あくまで下書きですけどね。それで完璧な記事が書けるとか、そんなのは全く言わないです。はい、どんな感じかっていうと、こんな感じですね。例えば、何でもいいんですが、ブログの始め方みたいな、言われると、中で、まあ、チャット GPT と同じ、まあ、GPT-3 ですね。まあ、正確には GPT-3.5 Turbo という言語モデルが、3月1日に公開されたんですけど、それを使っています。はい、そうするとこんな感じでタイトルを考えてくれます。あとは記事構成考えてもらうみたいなこともできます。まあ、キーワード1つだけですね。中で、まあ、僕がスクリプトを組んでるんで、命令文とかそういうのは、そのプログラムの中に入ってる感じですね。まあ、SEO に強いような記事構成作ってくれみたいな、そんなのが入ってます。はい。まあ、別に本当はここまでする予定なかったんですけど、なんか作ってるうちに、あれもあると便利だな、みたいなんで、いろいろと。はい、こんな感じですね。まあ、ブログ始め方っていうので、記事構成作ってもらいました。まあ、一応 H2、H3 みたいなの。こんな感じで分けてくれてます。はい。あとはこれで、この構成をもとに切り替えてもらいます。まあ、下書きです、あくまで。これで別に、ブログで稼げるような、記事が出来上がるとは言わないんですけど。まあ、ちょっと時間かかりますね。文章量が多いんで。あ、API の時にかかりますよ。みんな、例えばスプレッドシートと連携してリサーチする方法とか、まあ僕も動画出してたりしますけど、API 無料だと思ってる人結構いますけど、API 有料ですよ。ただ、今無料枠の中で使ってるから無料で使えてるだけで、無料じゃなくて普通に有料です、API が。チャット GPT は無料なんですけど、今。はい、こんな感じですね。まあこんな感じで、記事の下書きみたいなのをしてくれてます。まああとはこれをこのまま自分で編集していくんですけど、まあ編集していく途中で、もうちょっとここ長くして欲しいなみたいなのは選択して詳細書くみたいにすると長くしてくれる。まあ、ただ、有料って言っても安いです。めっちゃ安いです。もうめちゃくちゃ安いです。1000トークン、文章生成だと1000トークンで 0.002 ドル。そんな感じ。あ、ちなみに、こういうのを他の人のやつでやったことある人いると思うんですけど、そういう人のやつは、この僕が今使ってるやつより、10倍高いです。僕のやつの方が10倍安い。それなんでかっていうと、新しい言語モデルができたんですけど、多分テキストダヴィンチ003みたいなのを使ってる人多いと思うんですよ。そのスクリプトコピーした時にそういうの見た人いると思うんですけど、それよりも、この僕が使ってるやつの方が新しくて、これ出たばっかりまだ1週間も経たないぐらいなんですけど、それの方がコストが10分の1になってるんで、安いです。だから、1万文字書いても数円とか、そのぐらいです。費用としての。まあだから別に今までのやつは全然安いんですよ。1万文字書いて数十円とかだってね。高くはないんですけど。まあ、でもこっちの方が安い。はい、こんな感じですね。今のはこれっていうのを、長くしてもらいました。この赤いやつが元々の文章で、青いやつが、新しく書いてくれるやつですね。まあ、色つけなくてもいいんですけど、色つけないと、どれが新しくなったかの、どれが元のやつかっていうのがわかりにくいと思うので、まあ、一応色つけるようにしています。はい、あと、要約みたいなこともできます。まあ、文章を選択して、普通にこんな感じで要約もできます。はい。まあ、これね、全部の API に共通なんですけど。この一個一個選択してっていうのがめんどくさいから、こういうふうに選択をして、例えばこういうふうに選択をして、詳細書くみたいなことができるかっていうと、これできないです。基本的に。なんでかっていうと、あれがあるんで、文字数の制限があるんで、これですね。この、入力できる文字数、まあ、正確にはトークンなんですけど、トークンの、上限があるんで、だから、たくさんのやつは、入れられないようになってる。まあ、てか、そんなことしてもあんまりいい記事にならないので、やっぱ一個一個やっていくのがいいかなと思います。はい、そんな感じですね。まあ、あと、リライトみたいなこともできるようになってます。まあ、例えば、選択して、これを別の文章に書き直すみたいなのをすると、別の文章に書き換えてくれる。まあ、こんな感じで。こっちが書き換えた後です。
まあもしかしたら書き換わってない可能性ありますけど、もうその辺は AI なんで許してください。まあ一応書き換えてくれっていう命令はしてます。まあ、あと、画像も生成できるようにしてます。まあただ画像生成に関してはね、うまいことプロンプトというか、命令してやらないといいものができないので、まあ微妙だったりはするんですけど、例えば、パフェの机の上に置いてあるパソコンみたいな。で、画像生成ボタンを押します。まあ、結構めちゃくちゃなの出てきちゃったりするんでね。まあこれも、AI 使ってます。これチャット GPT じゃなくて、また別のやつで、まあ DALL-E っていう AI があるんですけど、それを使って画像生成してます。まあ下に出てますね。まあしかもめちゃくちゃなの出てます。まあこれに関してはね、ぶっちゃけ、英語で書いた方が精度高いなと思います。今ね、パソコンみたいなの書いてほしいって言ったら、変な機械みたいなのが出てきたんで。まあこれも嫌だったら何回でもできる。例えば、DeepL の拡張機能入れてるんですけど、うちは。DeepL の拡張機能入れると、こんな感じで選択して、このまま置き換えみたいなんで、英語にできるので。まあこれで英語にしてやる方が、画像生成は特に精度高いなと思います。日本語よりも。まあ文章生成も、あれなんですけど、はい、こんな感じですね。まあちゃんとパソコンできましたね、今度は。まあこんな感じで画像生成もできます。そうですね、ノーション AI、まさにノーション AI みたいな感じですね。まあ本当はこんなにする気なかったんですけど、まあ記事書くみたいな、記事書けて、まあ画像生成はできるようにしようと思ってました。記事書けて画像生成できてとか、そのぐらいできればいいやと思ってたら、まあなんか詳細書くとかもできる方がいいし、なんか長いやつを短くできる方がいいし、なんかリライトみたいなのもできる方がいいかとか考えてたら、なんかいろんな機能が食ってきました。別にこんな作る予定なかった。まあでもそれでもそんなに時間かかってないですけど。まあ多分3、4時間だと思います。これ作るのにかけた時間って。まあ一応そのぐらいの時間でもこんなもんできる。はい。で、マークダウンにしてるんで、これワードプレスに貼ってやればそのまま H2、H3 になります。なので、まあ0から、まあ記事を書いていくようにね。まあ効率よく書けるんじゃないかなという感じですね。はい。そんなものの紹介でした。まあ、これに関して、スクリプトみたいなのを、知ったかな。この YouTube の方で公開するんで、まあ、それを使ってもらえれば同じようなことができます。はい。別に、有料じゃないんで、普通に無料です。まあ、もうちょっと作り込んで有料化してもいいかなとは思ったりもしなくもないけど、今のところは、あんまり考えてない。有料化するとめんどくさいんだよね。商品売るって結構大変なんで、ちゃんとしたもの作んなきゃいけなくなるんで。無料だったら、無料だから許してが言えるんですけど。それができないので。はい。まあでもなかなかいいものができたなと我ながら思っています。まあでも注意点はマジで、これで、AI に丸投げして記事書かせたらブログで稼げるとか、そういうことを言いたいわけじゃない。ここはまあ気をつけてください。あくまでもアシスタント、記事書く補助を AI がやってくれるっていうだけで。まあそれでもかなり生産性は上がると思いますけど、まあそこだけ勘違いしないでほしいなと思います。そう、そんな動画結構ありますよね。AI に丸投げしたらもうわかりますみたいな動画。いや、そうなんですよ。いや、わかるんですけどね。そういうのが見られるっていうのもわかるんですけど。いや、もう結構むちゃくちゃで。いや、マジで、そのブログの記事、AI にブログの記事を書かせて、これで稼げますとかって言ってる人いますけど、いや、あなたブログやってないでしょ。あなたブログで稼いだことあるんですか？多分ないんですよ。だからそういうので大人からないでほしいなと思います。まあ僕も、AI 使って記事をこんな感じで書けるよみたいな話はするんですけど、そこでも絶対これただ儲かりますとは言わないし、言うて僕は、あれですよ。ブログずっとやってて、今でもブログやってるんで、そんなブログで稼いだことない人たちよりも、まあ信頼性はあるじゃないですか、一応ね。マジで気をつけてほしいなと思う。そんなんで騙されない。いや、だから本当にさっきの話じゃないですけど、こういうふうに、例えばスレッドシートとか Google ドキュメントと連携して、すぐに記事が出ます。これでクラウドワークスで案件取ってきたらすぐに手入れできますよとかって言われて、それほんまにやったら大問題になりますから、普通に。まあ、言う側も言う側だし、やる側もやる側なんですけど。まあ、ちゃんと気をつけてほしいなと思います。と、画像生成でいきます。画像生成もね、AI があるんで。DALL-E っていう。これも同じです。OpenAI が作ってる。チャット GPT とか作ってるところが同じで、DALL-E っていうのを AI 出してるんで。画像も安いです。一枚作って、いくらだっけ ?2 円とかそんなもんだと思います。はい。だからまあ、あんまりそこまでめちゃめちゃ使えるものが出てくるわけではないので、まあ、あくまでおまけ程度な感じなんですけど、
正直、それで画像生成したものを使うぐらいだったら、普通に素材サイトから引っ張ってくる方が、時間も短くするし、いいものができるので、どっちかっていうとまだそっちがおすすめなんですけど。まあでもその、指示の仕方、もっとさっき雑に指示したので、カフェの机に置いてあるパソコンみたいな、もっと具体的に指示していいやつを、ちゃんといい指示すればいい画像出てくるんで、そこを極めてもらってもいいんですけど。いいツールですね。有料でもいいくらい。いや、そうなんですよ。いや、そうなんですよ。いや、これ無料で出すのかって僕もね、思ったんですけど、まあ、とりあえず無料でいいやと思って。さっきも言ったんですけど、有料で販売するって結構めんどくさいんで。まあ、機能とかね、まだまだつけようと思ったらいくらでもつけれますし、ね。まあ、今後の展開はあんま考えてないけど、なんとなく作り始めたら凝ってしまったという感じです。まあ、プログラムは買ってよかったなと思います。こういうの作ってると。めっちゃ楽しいし。昨晩のチャット GPT の動画、省略しました。ウェブライターやってみようとランサーズに登録したばかりで、これからライターの仕事どうなるか、中地さんは発注側としてどうするおつもりですか、ね、例えば、ライターのチャット GPT の使用を見越して単価を下げるとか、一時情報を盛り込みを求めるとか、もう発注しないと。ああ、なるほど。ライターに関しての対応は、まあ、今考えてるところなんですけど、一旦、うちは、AI 禁止にしています。てか、禁止にします。でも、前こんなに AI の話してて禁止にするのかよっていうところも、まあ、いろいろ意見あると思うんですけど、まあ、その全部を全部禁止にするっていうか、この業務で、こういう感じで使いたいっていうのを言ってもらったら、それは、一部 OK を出そうかなと思うんですけど、基本的には禁止。まあ、それどういうふうに使われるかっていうのはちょっとわからないので、まあ、それこそね、さっきの話でもあったんですけど、もう文章をどっかから引っ張ってきて、それをそのまま、リライトして納品するとかっていう人が全然現れる可能性もあるんで、で、しかもね、生成したものが、著作権的にどのぐらい OK なのかっていうのも、まあ、かなりグレー。言ったら、他のところにある文章をそのまま引っ張ってきちゃってる可能性もあるじゃないですか。そうなっても困るわけですよ。だって、それ書いてる人とか、AI 使った人も別にそういう気があって、著作権違反をしたっていうつもりがないけど、結果的にそうなってるとかっていうと。うちもそうだし、うち以外のところ、その、もともと文章を書いてる、生成してるところに迷惑かかるんで。その辺っていうのがまだ読みなしすぎるんで、だからうちは基本的にライターの AI 使用。NG にしてます。まあ、ただ、別にそうじゃなくて、こうこうこういうことで使いたい。こうすると、効率が上がるから、これで使いたいとかってもらったら、それはもういいよっていうふうにしようかなとは思いますけど。で、発注しないっていうのはないですね。まずない。その AI だけで、その完璧な記事が切るわけじゃないので、人間の手もかなりいるんで。まあ、AI によって、とりあえず削られるのって、ああ、どうだろうな。使い方にもよるけど、2割ぐらいかなとは思いますけどね。2割ぐらいは効率よくなるかなと思う。うちのやり方だったら。でも、ほとんどはもう AI でどうこうっていうのはならないので。まあ2割、よく言って3割ぐらい。手間が減る感じ。単価下げるもないですね。別に単価下げないです。だって別に AI 使って、AI を使って、まあ、いい記事を書くのも、AI 使わないでいい記事書くのも、こっちからしたらどっちでもいいんじゃないですか。結果的にいい記事書けというか、それでいいわけなんで。だから基本的に AI、出てきたら単価下げるとかそういうのもないです。ダーツの物販ブログ頑張っています。ホトさんです。報酬単価は売上の 5% なのですが、もっと上げてほしいです。単価交渉する具体的な方法を教えてもらいますか。まあ自分はこれだけ売れます。単価を上げてもらうともっと売れるんで単価くださいっていうことをして。ASP と交渉します。まあ広告主とは直接基本的に交渉できないので ASP と交渉します。まあ、ただ実績がないとその交渉を通らないよっていうのが一個と、あとは多分難しいかなと思います。なんかこのパーセンテージの報酬ってあるんですけど、あんまりね、単価上がらないんですよね。単価上がるまでのハードルがかなり固定の報酬に比べて、定額報酬に比べて高いので、だから結構難しいかなと思いますね。はい。まあ、それは単価上げてほしいっていうのはみんなそうなんだけど、僕らってそうなんですけど。まあ、その辺っていうのは、まあ頑張るしかないですね。まあとにかくでも実績を作るってことで、このダーツのブログでこんだけ売れてるから、単価上げてくれとか、こんだけ集客ができてるから、単価上げてくれっていうふうに言わないと、全然売れてない人に単価交渉されてるので、あなた売れてませんよねってなっちゃうので、まあ ASP も話聞いてもらえないですし、広告主もね、そんなのOK出さないので。だからとにかく、売上を上げるとか、PV を増やすとか、まずそれが第一です。それができてからですね。はい、続いて。木村さん、ブログフローティングボタン、プロを使わせてもらってます。便利です。ありがとうございます。AB テストのオプション、なんで販売中止になったんでしょうか？すごく興味津々で、再販の予定ありますかってことですね。ブログフローティングボタンって、ブログの上とか下に、固定でボタン出せるやつですね。あれ、うちが作ってる。
出してるんですけど、無料でも使えます。無料でも使えるし、有料のオプションもあるよって感じなんですが、その中にさらにですね、まあ、有料のプロ版とはまた別で、AB テストのオプションみたいなのがあったんですけど、それ確かに販売中止になってるんです。理由は、端的に言うと、使う人がほぼいなかったから。ほぼ売れてなかったんで、売れてないけど、それ出してる以上はメンテナンスしなきゃいけないとかってなっちゃうんで、まあ、その手間とかいろんなことを考えて、出してないっていう感じで。はい、再販予定ももうないですね。ないです。これは申し訳ないんですが。まあ、ワンチャン無料で開放するとかっていうのも今後なくはないかなと思いますけど、まあ、でも今んとこやってないです。まあ、ほぼ使う人いなかったんで。AB テストってあれですよ。だから、例えばボタンの文言をこれがいいのか別のやつがいいのかっていうのはわかんないじゃないですか。それをテストする機能っていうのを作ってるんです。ELB。そうすると、ランダムで、こっちが出たとき、こっちが出たときっていうので、出し分けてくれて、それぞれのクリック2、クリックリとか、クリック数とか、そういうのがデータで取れるようなものがあるんですけど。まあ、使う人がいなかった。まあ、ちょっと値段も高かったんでね。まあ、そんなにみんなが使うようなものじゃないから、安く出したって、その、デメリーチにならないから、安く出せないんだけど。はい、まあ、そんな感じで。まあ、背景としてはそんな感じです。記事の見出し考えるのにチャット GPT 使ってる。まあ、全然いいと思いますよね。そうやって補助で使うのはいいと思います。自分だと思いつかなかったようなアイディアを教えてくれたりする。いや、確かにこれはある方がいいかな。将棋の AI、最初ひどかったんですが、今ではプロが勝てないだけでも進化してますよね、と。なんだというソフトが最初って良かったと思いますが。今は別のソフトが強くなっています。ということは、チャット GPT も今は話題ですごいとか言われてますが、将棋 AI の例で見ると、全然他の AI の方が上回る可能性もあるなという感想です。例えば、Google Bard の方が便利になる可能性です。まあ、全然それはあると思います。各社めっちゃすごいんで。もうめっちゃすごい。めっちゃ開発してる。その、チャット GPT みたいなので言っても、まあ、Google の Bard もまだ出てないですけど、まあ、もう近々出るんじゃないかっていう話で、ありますし。他のところも、軒並み作ってるんで。まあ、その辺の、AI チャットボットの話もまた改めて動画でしようかなと思いますけど、みんなその、まあ、マイクロソフトが出資してる OpenAI のチャット GPT でしょ、あと Google の作ってるバンドでしょ、これしか知らないんですけど、全然その他にもあって、例えば Facebook やってるメタも作ってるんですよ。Blender Bot 3っていうのがあって、そういう AI チャットボットみたいなの作ってて、あとは Baidu ですね。中国の検索エンジン Baidu ってとこがあるんですけど、一番大きいところで。Baidu っていう検索エンジンも作ってます。Ernie Bot かな、そこは。まあ、だから、もちろん、いろんなところが作ってる。まあ、その中でもやっぱり、今回の、その GPT-3 っていうのを積んだチャット GPT がとにかくすごい。でも、チャット GPT 進化しますよ、絶対。近々、もっと進化します。なんでかって言ったら、GPT-4 がもう、今年中に出るんじゃないかみたいな話があって、4の場合は、もっと精度高くなるんで。その、みんな、GPT-3 をベースになってるんですけど、てか、セックに言うと、GPT-3 っていうのを、微調整した 3.5 みたいなのが使われているんだけど、チャット GPT の中で。その GPT-3 自体がいつできたのって言うと、2020年なんですよ。できたの。だからもう3年前とかなんで、当然それからの、開発みたいなのが続いて、GPT-4 みたいなのが、出来上がってくるので、もう近いから。だからそうなったらまた精度上がります。で、GPT シリーズも3っていうぐらいなんで、1と2があって、初代 GPT が2018年ぐらいからできたの。2018年ぐらいできて、で、GPT-2 が2019年とかなって、GPT-3 が、2020年とかだと思いますけど、そんな感じで、進化してきてて、あれ何が変わってるのっていうと、まあ中身ちょいちょい違うんですけど、基本的に中身は同じで、規模とか学習してるデータ量めっちゃ増えてるんですよ。だから、まあパラメータ数とかって言われるんですよ。だから元々の初代 GPT が、パラメータ数が1億ぐらいで、まあそれでもすごいんですけど、1億って。で、GPT-2 が、15億ぐらい。で、GPT-3 って言った時に、1750個のパラメーターがとかっていうので、めっちゃすげえみたいになったんですけど、GPT-4 はさらにそれが大きくなる可能性がある。まあ、てか多分大きくなるらしいんですけど。まあ、パラメーター数で増えるとどうなるかっていうと、まあまあ精度が上がるっていうこと。まあ、一概にパラメーター数が多い方がいいっていうわけじゃないんですけど、その、めちゃめちゃ計算が大変になるので、コストがかかる、コストと時間がかかるようになるんで。一概に大きくすればいいっていうわけじゃないけど、他にも、その言語モデルの規模と、そのデータ量増やすと、その精度っていうのが上がるみたいなのが、まあそういう仮説はあったんですけど、それやってみたら実際上がったよね、みたいな。じゃあ今度の4は、それをでかくすれば、みたいな。まあ全然違うものっていうか、仕組み自体も違うものが出てくる可能性ありますけど、まあその辺はちょっと出てもいないってわからない。はい、そんな感じなんで、全然、まだまだ、他のものが、出てくる可能性はありますね。まあ Google のバードで使われるのは、GPT とは全然違う、またラムダっていうのが使われるんですけど、
まあ、そのね、ラムダも結構面白くて、まあ、その話もまたどっかの YouTube でやろうかなと思ってましたけど、そのラムダは感情を持ってる。否定と感情があるみたいなことを、Google のエンジニアの方がリークして、去年の6月ぐらい、めっちゃ話題になったんですけど、知ってますか？そのラムダのテストをしてほしいみたいなのを、まあ、その会社から頼まれて、エンジニアの人がそのラムダっていうね、人工知能ですよ。あの GPT みたいな、人工知能とやり取りを、会話をしていたら、会話をしていく中で、あれこいつ自分のこと認識してるし、感情とか知性とかあるんじゃないかな。だから、電源が切れるのが怖いってことを言ったりとか、電源が切れることを死ぬっていう感覚があって、それが怖いっていうのを言ったりとか。ちなみに、その話、なんていう、普通にネット上にいっぱいあるんで、見てください。だから、そういう話を上層部に言ったら、このエンジニアの人が、いや、お前頭おかしいよか、みたいに言われて、全否定されて、なんか休暇に、強制で休暇に出されたみたいな話があって、それに不安を持って、そのエンジニアの人はネット上にその話をリンクして、だから全文日本語訳されたようなものがあったりします。結構びっくりします。ラムダね。その GPT との違いは、その会話に特化してるんで、ラムダの方が。もっともっと自然な会話ができるように。GPT って、まあそのチャット GPT もそうだけど、文章生成っていうところに特化した AI なんですけど、ラムダの場合はもっともっとその会話の方のトレーニングを重点的に積んでるんで、もっと、こう自然な、人間の会話に近いような会話ができる。おもろいですよね。まあそんな感じで、ね、AI もどんどん進化してるんで、ここ数年だけでもとんでもない進化なんでね。まあこれからどんどんそれが伸びていくのは間違いないんで、だから今のうちにマジで AI 学んどいた方がいいですよ。本当に学んどいた方がいい。これから一生付き合っていくものだと思います。今だってね、いろんなところに AI くっついて、それだけでもすごいわけじゃないですか。まあこの前ノーション AI とか出しましたけど、エディターに AI つけたってこんな便利なの。めっちゃすごいやん。それがいろんなところに入ってくる。検索エンジン。まあそれこそ Bing の動画も出しましたけど、Bing だってすごいじゃないですか。あれ。何これみたいな。今までなんて検索したらいいかわかんないようなことを普通に会話みたいな感じで言ってたら、向こうがそれを読み取ってくれて、それを返してくれる。いや、すごい。マジで次世代来てる。だから、AI 大したことないとかって言ってると、また取り残されちゃうんで。みんな後悔してるじゃないですか。もっと早くブログやっとけばよかった。もっと早くアフィリエイトやっとけばよかった。もっと早く YouTube やっとけばよかった。もっと早く SNS やっとけばよかった。そしたら自分だって、もっともっとお金稼げたなって、インフルエンサーになれたなって、思ってる人いると思いますけど。まあ、AI をそのお金稼ぎの道具として見るのはどうかっていう議論はあるけど、まあ、それは先々ですね。まあでもこれからずっと進化を、もう確実に進化していくのが分かっているもので、ここにベットするっていうのはマジでいい選択だと思いますけどね。まあだからこそ僕最近ずっと触ってて、ずっと触ってるからこそ、この YouTube の動画を出してるんですけど。この YouTube の動画にしないでずっと AI を触ってるって、ただ AI 触ってるだけで生産性がなくなっちゃうので、なかなかその時間取れないんですけど。でも YouTube の動画にするっていうのがあれば、その AI 触ってる時間も、その YouTube のことをやってるっていうこと、ね、効率よくできるんで。まあそれで AI の動画増えてるんですけど。まあさっき言ったものをね、全部もうこれから出てくるのが決まってるんで、もうその辺までは。で、当然どんどんそれが進化していくっていうのは決まっていく。すごくないですか？精度も上がるんですよ、絶対。まあなんで、チャット GPT ね、出てきてて話題になってますけど、まあ近々 Google のワード。まあブレンダーボットスキーはもう出てますけど、また改めて出るのかな？あんまり評判読めなかったんですよ。で、アーニーボットも、2023年、その辺はもう2023年。今年中に出るの。まあ楽しみですね。どんなものか。まあとりあえずはでも何と言っても、僕らに関係あるのは Google のバードですね。バードと、あとは検索にどんな感じでくっつくのかっていうところで。まあこれが一番関係あるので。ラビッツさん、はじめまして。遊びに来ました。ありがとうございます。2023年、はじめまして。多分、はじめましてな気がする。ちなみにラビッツさんで思い出したけど、ラビッツさんとの動画も Webshock TV の対談に出ているので、見てください。見てない方。おすすめしときます。最近でもあの動画にコメント来てましたね。なんか。まあ結構前。何やかんや、半年1年ぐらい前になる気がしますけど。1年は言い過ぎか。あ、いや、半年1年ぐらい前か。この対談。まあ初心者の方が相談するみたいな対談ではないんですけど。まあでも結構面白いなと思います。内容としては。ちょい難しいかも。初心者の人には。まあでもその分勉強になるね。